ナス、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 ナスビ、ナス、学名、サレナムメランジーマは、ナスカナス属の植物。また、その果実のこと。原産地は、インドの東部が有力である。その後、ビルマを経由して、中国へ渡ったと考えられている。中国ではナスもしくはナスの名で広く栽培され、日本でも千年以上にわたり栽培されている。 温帯では一年生植物であるが、熱帯では多年生植物となる。平城系の長屋を邸宅跡から出土した木管に、沈没家族け売り、家族管、なす人の記述があり、行為の者への沈没に、なすのかす漬けが使われていたことが判明した。また、小僧院文書には、天平六年、734年なす十一国、 時期一百356分をはじめとして、多数の、ナスの記述が見られる。これらのことから、日本では、奈良時代すでにナスの栽培が行われていたことがわかる。実の味から、中酸味、中炭が語源とされる。夏に、実がなるので、夏実、夏実と呼んだが、それが生って、茄子ビ、茄子ヒと呼ばれたとする説もある。室町時代頃に、 宮廷の女官が、女房言葉として、ナスと呼び、その故障が定着した。元は貴重な野菜であったが、江戸時代頃より広く栽培されるようになり、以降日本人にとって馴染みのある庶民的な野菜となった。歯とヘタにはトゲがあり、歯には毛が生えている。世界の各地で独自の品種が育てられている。カモナスなどの一部、例外もあるが、日本においては南方ほど、 調味、または大調味で、北方ほど、生地品種となる。本州の中間地では、中間的な中長品種が栽培されてきた。これは、寒い地域では、栽培期間が短く大きな実を収穫することが難しい上に、陶器の保存食として小さい実の方が漬物に加工しやすいからであ。しかし、食文化の均一化や F1 品種の登場により、 野菜炒めや焼きナスなど様々な料理に利用しやすい中長品種が全国的に流通している。日本で栽培される栽培品種のほとんどは火皮が紫色または黒子色である。しかしヨーロッパやアメリカ等では白、黄緑色、明るい紫、さらに島模様の品種も広く栽培される。果肉は密度が低くスポンジ状である。 ヘタの部分には鋭いトゲが生えている場合がある。新鮮なものほど鋭く、鮮度を見分ける方法の一つとなるが、触った際にトゲがささり怪我をすることがある。収穫の作業性向上や実に傷がつくという理由からトゲのない品種も開発されている。品種によって様々な食べ方がある。栄養的にはさほど見るべきものはないが、 東洋医学では体温を下げる効果があるとされている。和感3サイズでは下手にしゃっくり止めの効果があるとされるが、俗心の息を出ない。また、川の色素ナス人は抗酸化作用がある、アントシアニンの一種である。中には、赤ナスのような干渉用として、池花などにも利用されているもの、熊本県などで、赤ナスの商品名で栽培されている食用の品種とは別物、 また赤ナスはトマトを表すもある。赤ナスは食用のナスの代議としても用いられる。干渉用の赤ナスは味などにおいて食用には適さないとされる。基本は三本仕立てである。一番花のすぐ下二つの脇芽を残し、他の脇芽はすべて摘み取る。原産がモンスーン気候地帯であることから蒸し暑い日本の夏を好む。乾燥を嫌うため、 藁や、ビニールなどでマルチングをすると良い。ナスの葉は、ザブトンにせよとの格言があるほどで、開花するまでに枝葉を十分に発達させる。畝幅は広めに取り、根張りを良くするために、肥料は薄く幅広くまんべんなく施す。追肥を十分に与える。石ナスと呼ばれる食用に適さない、硬い実がつくことがある。石ナスの原因は、水不足や、 肥料不足などとされるが主な原因は受粉、受精不良であり、さらに詳しくは受精後に分泌される植物ホルモンの不足である。受粉不良の原因は水不足や肥料不足などによる受精の低下である。また温室、ハウス栽培では受精が十分であっても低温や高温によって花粉の受精能力が低下しやすく、この場合は人工的に 植物ホルモンを与えてやれば解決する。7月末頃になると、病虫害や自然な痛み、さらに枝の老化によって見つきが悪くなる。そこで、お盆頃に思い切って地面から高さの約2分の1くらいの高さに切り返し剪定、更新剪定を行う。切り返し剪定と同時に根元にスコップを刺して、根を切断することもある。 これを行うことによって9月には再び新芽が出てきて、美味しい、秋、茄子が収穫できる。冬作物の作付けのために早めに栽培を終了する、場合は切り返し剪定を行わないこともある。また、ナスは連作障害を起こしやすい野菜である。ナスを連作した場合のみならず、トマト、ジャガイモ、ピーマン、シシトなど同じ、ナス科の野菜とも相性が悪く、 何も処置を施さない場合、5から7年以上間を空けないと障害が起きやすいと言われている。皮の色は紫外線を浴びることで発色する。かつて温室やハウス栽培では、皮膚資材が紫外線を吸収してしまい実に色がつかない問題が発生したことがある。現在では紫外線を透過する資材が利用されている。紫外線を通さないシールを貼り付けることで実に模様を 描くことができる。品種は日本で、おおむね180種類を超える。世界では1000種類もあると言われている。東北、関東地方、中部地方、近畿地方、中国、四国、九州地方。実際の栄養価は、栽培条件、生育環境、収穫時期、品種などで異なるため記載されている値は代表値で、 ナスの果実の主成分の93%は水分と糖質である。他の野菜と比べると栄養価やカロリーの点から見れば特に多い方ではない。夏野菜として代表的なトマトとの成分を比較してみても脂質、タンパク質、ビタミン類、ミネラルなどの含有率の低い野菜である。一方、ナスンには活性酸素の発生を抑制する抗酸化作用があり、 ガンを抑制するのに効果があるとされる。またナスにはコリンという機能性成分が含まれている。このコリンは無色の強アルカリ性物質で血圧やコレステロールを下げる、動脈効果を防ぐ、胃液の分泌を促す、肝臓の働きを良くするなどの作用が認められている。またプロテアーゼインヒビターは、口内炎や炎、肝炎、関節炎などの痛みを抑え、 症状を改善する。神経痛や痔にも有効である。この他、ポリフェノールの一種である、クロロゲン酸も含まれる。未熟で、果肉や種子が柔らかいうちに収穫し、食用とする。焼く、煮る、揚げるなど、あらゆる方法で調理される。淡白な味で、他の食材とも合わせやすく、また油をよく吸収し、相性が良い。 野菜炒めなどで油を吸わせたくない場合は、油を入れる前にナスを少量の水で軽く煮るように炒めて、スポンジ状の実に水分を含ませてやると油を吸い、硬くなる。皮も薄く柔らかいので剥かずに調理されることが多い。また、ナスは古くからフグと相性が良いとされ、鉄汁やフグ汁には切ったナスが盛り込まれることがある。ナス科植物なのでアルカロイド、アクを多く含み、 一部の品種を除き生殖はされない。加熱調理しない場合は漬物にするか、塩もみでアク抜きしてから供される。塩で揉んだ後さらにマリネなどに加工されることもある。多くの栽培品種は品種改良によりアクが少なくなっている。大阪の泉州水なすなど水なすと呼ばれる一部の品種は生殖が可能で皮を剥いて味噌だれで食べることができるほか、漬物、ぬか漬けなどにもする。 よく、切ったら水に浸して、アク抜きをするとされるが、効果はなく無意味。切断面の空気酸化による変色を防ぐ、酢水さしが誤って広まったもの。歌子として、小ぶりのナスを砂糖漬けにした、初夢漬け、千葉県がある。また、水ナスなどをコンポートにすることもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。